藤谷蓮次郎です。2022年夏、C、メモリアルえ。今日はですね1980年代を代表するアイドルでもありただ本当は彼らはアイドルという部分ではなくてロックバンドとして大変実力のある人たちでただし一般的な売れ行きも非常に良くて若い女性からの支持も多かったもんですからアイドルとして扱われる部分もあるしという,う実力派ロックバンド。 1> の一曲です、えー、真夏かって言われるとどうなんだろうとながりますが、えーまあ、7月のちょっと通り雨が過ぎた情景というのに重なるなというところでまさに名曲中の名曲を取り上げますチェッカーズのシェェリーーチェッカーズといえばやはり、えー、この「シェリー」というのが僕は一番の名曲だと思うんですがこれはあの音楽評論家の数ー鈴木さん私の敬愛する 評論家ですが、スージ・木さんも言うように、えー、まあシェリーというと、あの、尾崎さんにも名曲がありますが、えー、やっぱりそのメロディーの美しさと歌われている情景の美しさでいうと、チェッカーズのシェリーというのも素晴らしい。えー、このシェリーという曲は、1989年7月ですから、 名曲、間違いなくチェッカーズ屈指の名曲だと私も思うんですけど、ただ、この当時はもうチェッカーズさんが全盛でもう何出しても何十万枚と売れるという時期ではなかったという記憶があります。メディアからもちょっと距離を置き始めた時代じゃないかな。志賀文也さんで、曲が正春さんで、で、チェッカーズのメンバーで、えー、まあアレンジをしているというところ。 えと何よりもこの曲の一番の魅力は、やはり、えー、多くの人、まあ私はチェッカーズさんの大ファンというのではないんですが、やっぱり、えー、同い年くらいの、特に女の子たちには熱狂的なファンが多くてですね、何よりも正ルのメロディーがいいのよと。藤谷くん、正ルのメロディーが最高なのよと。正ルってすごいのよメロ、メロディーを作る人としてはっていうふうに言われてて、そうなのかなと思って聞いて、 なるほどと <laughs>、えー。そういう素晴らしいメロディーメーカー、まさルさんの特にサビに至るところのシンプルかつ、文也さんの色っぽい声が全面に、えー、出される。まあ、夏詩の言葉としては、言葉の面では、この恋が決められた運命ならば、なら、えー、せめて時を超えて、 通り過ぎたたいでしたかね、えー、あのフレーズが乗ったメロディーの破壊力のものすごさそれから最初の出だしの遠ざかる雨雲から始まるあのフレーズですね、えー、そのあたりからぐーっとつかまれてメインのサビに至るフミヤさんの声のノリとメロディーの美しさもうため息しか出ない えー、まさに夏のある面、その通り雨が過ぎるような、通り過ぎていくような雨を見守る、えー、まあ悲しい、悲しいっても、ぐーっと悲しいっていうのも、なんかやるせない切ない恋愛を描いた名曲だと思います。えー、7月の末に近づいてきて、このチェッカーズのシェリーというのはまさに会う季節だなと、特に。 どうですかね夕立かなかかったら一回聞いてみるといいんじゃないかなもうぐっと魂から持ってかれるような名曲だと思います、えー、今日は「チェッカーズのシェリー」という曲ご紹介いたしましたそれでは失礼します。